連合軍はアレスと宗妃を激闘の末破った。仲間となった豊臣秀吉らは連合軍に貴重な情報をもたらす。オリンポスの主神ゼウスがついに降臨するという。この異界を作り上げた意図を知るため、そして何よりも人間と神の戦いを終結に導くため、連合軍はゼウスとの対話を目論む。連合軍はゼウスが降臨する場所に向かい、その時を待つ。異界の運命は神との対話の成否にかかっていた。ついにゼウスさんに会えるんですね。ちょっと緊張します。この世界で何をしようとしているのか素直に話してくれればいいな。正直難しいかもしれんの。じゃが敵を知っておけば今後の役に立つじゃろう。アレスとアテナも本気を出してくるだろう。みな心してかかるのだ。そんなの言われなくても分かってるっつーの。これは俺たちの未来を左右する大事な戦だ。神との喧嘩気合入れてかねえとな。さあ俺もガチだぜ。頼もしいの。それじゃ行くで。ゼウスの顔絶対に拝んでやるんじゃ。あいつら来とったか。やっぱり読みは当たりっちゅうこっちゃ。数からしてアレスたちの先遣隊でしょう。私の出番か。今のうちに霊の血を抑えよう。ゼウスさんはとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。敵の頭に直にあって決着つける。敵のこういうとこマジしびれる。感心するのはいいが役目をおろそかにするなよ。俺たちは味方が霊の血を抑え次第守備に向かう。私の出番か。降臨して抑えろだよ。暴れるだけじゃダメなのかよ。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ、ハンネ。お前、もしかして俺より強くね。私の相手は行くかよ。ちょっと待って。策の練り直しだ。大切な場所は誰にも奪わせない。何も奪われたくなかった。よっしゃ、ゼウスが降りてくる場所は抑えたな。その腕尊敬しています。なぜ奴らがいる。守りに当たっていた人間どもはどうした。秀吉に先手を打たれたのだろう。神が人間に翻弄されるとはな。連中も起きたか。なんちゅう数じゃ。奴らにとってゼウスの降臨はそれほど重要なことなのでしょう。全軍降臨の地を守れ。敵を一人でも入れれば敗北と心得よ。
宗妃、これは貴様の失態だ。人間の過ちは人間の手で正せ。ならば彼の血を奪い返せばいい。空手か、上等だ。体張って守り抜いてやる。例の場所を取り戻せなんて言われても、正直気が乗らないんだよな。それでも任は果たすべきである。命令違反は厳罰に処す。それがしは宗妃殿のお考えに従う。誰が敵であろうと言い切るせよ。へえ、皆さんでお出ましとは。ドス地縄じゃいかないみたいだね。上等じゃねえか。こっからが本番だぜ。今は何かと思うだけです。確かに敵の増援が続けば押し切られましょう。このままだったらいずれ全滅っちゅうことが。いざに何とか短期決戦に持ち込めんか。奴らはゼウス降臨前に型をつけたがっている。我らが攻勢に転じれば乗ってきましょう。おお、素晴らしきお働き。任せるよ。策の練り直しだ。すげえじゃねえですか。よっしゃ、俺も暴れてやります。李萬世、またの名を勘が冴える男ってか。この右分足と厳正なる勝負。敵に出迎えさせる気か。そろそろ敵も痺れを切らす頃じゃな。ええ、今なら食いつきましょう。私が餌とのです。三つ、本意にじれて出てきた。望み通り撃ってやろう。撃っとったり。じれたのはどちらだろうな。我らも続くぞ。よっしゃ、魚が食いついたね。三つ成を援護しつつ敵の主力をたまげ。行くぞ。しゃあ、ガチの喧嘩だな。そこ福島殴り込むぜ。三つ成の目論みが当たったか。なら次は俺たちが決める番だ。図に乗るな、三成。すぐにひれ伏させてやる。三成殿の策は実に見事だ。決戦に持ち込み勝利を引き寄せると。そうですね。なんか空気がピリピリしてきたような。俺を釣り出していい気になっているようだ。私の出番。人間の浅はかな策などお見通しよ。神でも負け惜しみを言うのか。そんなくだらぬ言葉は来たる父親に聞いてもらえ。何でしょうか。
ようやくわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ラキのせいで余計な時間がかかったわ。すっかり待ちくたびれたぞ、うん、ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う、うん、私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。あのここで何をしようとしているんですか。さて知りたいなら、うん、力ずくで吐かせてみるか。敵将め撃ち取ったぜ父上。人間どもめ、俺に恥をかかせやがって。おお、あれがゼウスか。えらくキラキラしとるな。人間よ、全力で来てくれて構わんぞ。なんという威圧感だ。それは私たちの手に負えるんでしょうか。任せて。はい、こっちに来よれ。超支流一心を担として守り抜かん。もしかして俺より強くね。やってやるぜ演奏天道劇だ。あれが神のてっぺんかよ。ガチでやべえ感じじゃねえか。今までのやつらと俺は違うぞ。そう、素晴らしきお働き。私困ってます。助けてください。このままではどなたがご助力願いたい。なんとかしなくちゃ。頑張れ私。もうこれ以上は。ごめんなさい。活路を見出せず破れてしまうのか。力及ばずか。申し訳ございません。なんでここに来た。わしら人間に何をするつもりなんじゃ。そうだ、拳で語りに来たというのはどうだ。人間とは分かり合うために争うのだろう。マスコミみたいなことを。とにかく話をするつもりがないのは分かったで。わしに逆らう姿は心が入るな。オリュンポスではめったにない光景だ。よし、打ち取った。英傑たちよ、楽しかったぞ。またいずれ会おう。人間のように振る舞っとるが凄まじい威厳じゃ。ああ、なんともつかめんやつじゃ。ゼウスの力、あれほどとは。でも本気ではなかったみたいです。私たちの力を試していたような。ふん、ふざけた神だ。わしらもアレスたちには十分対抗できとったし、もうちょい力をつけりゃきっとなんとかなる。あっちの戦力もそげたしの。ああ、始まる前から嫌な予感はしてたんだ。まさか負けて捕虜になるとは。敗者は勝者に従うのみ。煮るなり焼くなり好きにせよ。だったら一緒に来てもらおうか。ヒデオス様のおっしゃる通り、俺たちには戦力が必要だからな。まあこうなった以上仕方ないよな。わかった、これからよろしく頼むぜ。不分則、不法を厳に戒めん。予感的中お手の物。林万世とは俺のこと。不
まくいって安心したわ。なるほど、我らの元に残された腕輪はただ一つか。戦界の助力を受けた人間たち、そしてロキ、わしに逆らう者はまだまだ多いというわけだな。申し訳ございません、私たちの力が足りぬばかりに。そう気に病むな我が娘よ、この方が面白くてよいではないかな。あだがアレスよ、人を騙すのならばもう少し知恵を絞らねばな。彼らはなかなかに頭が回るぞ。はい、父上。大変です、ロキが前線の城へ向かって進軍中とのこと。アレス軍も別の方向から攻め寄せています。双方を同時に相手にせねばならぬとは。戦場は地獄と化そう。前線が崩壊すれば今後の戦いが不利となりましょう。急ぎ防衛に向かわねば。